三重県松阪市出身の岡林選手が獲得したのは三井ゴールデングラブ賞。この賞は守備の名手に贈られる、いわば守備のベストナインで、20歳の岡林選手は今回受賞した選手の中で最年少です。岡林選手といえば、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁までホーム向かってくる、バックホームされる、タッチはどうだ、アウト。岡林選手はチームを通してミスも多かったですけど、しっかり自分のやることをやろうと思って頑張ってきました、めちゃくちゃ嬉しいですとコメントしました。今年チームからは唯一の選出で、表彰式は今月29日に行われます。